今回部分動員をしたで核による脅しをしたわけですよね死ぬまで終わらなさそうですよね。プーチンってメンツの人だからメンツが潰れるっていうのはもう絶対に受け入れないわけですよ ちょっと攻めちゃったけどごめんもう撤退するからやめようと悪かったとこれはもう私の負けだとすまないとこれから懺悔してね平和国会の道を歩むとでその証しとしてねまずね東部は撤退するからその代わりねクリミアだけは引き続きねロシアのものとさせてもらうけども東部は撤退するからごめんねとこれからねちょっと平和条約結ぼうとっていう風に言います頭が良ければね頭のいい人ってちゃんと謝れるんですよ 頭の悪い人って、謝れないんですね。謝った方が得をするなっていう。本当は謝りたくない。 それでも、あ今謝ったら得をすると思ったら、パッと引いて謝る。まあ、そうすれば、プーチン政権下で、いろいろと警戒はされたままだとは思いますけども、この経済封鎖も解いてほしいと。そのからもうやめるから、撤退するから、ごめんねって、経済封鎖解いてって、そういうふうにすれば、これ一番頭のいいものの選択。誰も信用しませんけどね、一つの形めしとして、東部から撤退ですよ。ポリザ原発も返して、平和条約結んで、いろいろとそういう目に見え っててかるように示してですねごめんなさいとやめましょうとこっちも譲歩するからそっちもちょっと譲歩してよとだからクリミアだけはクリミアだけはみたいな話でね着手したら、まあ、ロシアとしては上々でしょうねプーチンバカだからそういうことできないんですよねそうすると「いや勝ってる勝ってる思い通りにいってる」ってわけですよねで部分動員やるでっつけるんだってわけですよね。